今日皆さんと共に高慢を捨てて謙虚なものになろうという主題で皆さんと一緒に神様の御言葉を調べる時間を持ちます聖書の教えの御言葉を見てみると私たちの根本が天で罪を犯して地上に追い出されてきた罪を犯した天使だったということがわかります それで、傲慢を持っていては、私たちが天国に行くことができません。傲慢な明けの明星が天国で、その傲慢の罪によって追い出されたため、傲慢を持っていてはいけないところがまさに天国なので、私たちの中にその罪の性質がまだ残っているとすれば、それを取り去らなければなりませんね。昔、ニコライ皇帝がロシアを統治するときでした。 ある日、自分の軍隊を一度視察するために、軍隊を訪問しました。行って一日の仕事を終えて、そこで一日泊まるしかない状況でした。それで皇帝ですが、軍人と共に兵士たちより少し良い兵士でしたが、彼らとほぼ同じ環境の中で、 一夜を過ごしました。皇帝の服を着ている時は皇帝のように見えましたが、いざ早朝になると皇帝は朝、ふと散歩をしたい気持ちになりました。それで早く起きて散歩できる楽な格好で帽子をかぶってまた楽な靴を履いて散歩道に出て行きました。 弊社から少し離れたところまであちこち歩き回ってその弊社があるところに戻ろうとしばらく歩いてみると分かれ道が一つ出てきましたですがどちらの道を行けば軍隊が駐留している駐屯地に行くのか知るすべがありませんでしたところがちょうどそこに 岩に片足を上げて、すごく格好をつけながら、タバコを指に挟んで、煙を吐き出している兵士がいました。だから、その兵士のところにいて、皇帝ですが、軍人としての礼儀もわきまえながら、私は今、道がよくわからないのだが、 こちらに行けば弊社があるのか、向こうに行けば弊社があるのかわからない。ちょっと道を教えてくれと言いました。すると、その兵士が非常に得意げに煙を吐き出しながら言いました。こっちに一度行ってみな。おそらくこっちに行けば弊社があるんじゃない。存在に話すのです。 もちろんその人は皇帝であることを知らなかったので、そのように応対したのでしょう。皇帝がその話を聞いて、一、二歩歩いてから、敬語で話さない兵士の態度に、少し興味が湧き始めました。だから戻って、後ろ歩きをしながら聞きました。 あなたの階級は何ですかと尋ねましたすると階級が何かすぐに答えず「お前が一度当ててみるのはどうかい?」と非常に高慢な話し方をするのです皇帝もその高慢な態度に対してすぐに報復を加えることができましたがどこまでどうするのかとても見たかったのです じゃあ、もしかして上官ですかと言いました。すると、顎を空に突き出しながら、それよりも高いと言うのです。じゃあ、超異ほどですかと言うから、あそれよりもはるかに高いと言うのです。じゃあ、中異ほどですかと言うと、それよりも高い。 じゃあ、タイほどですかと言うと、そうさ、まさに私はそのタイだ。このように言うのです。だから皇帝がじっと見ると、呆れた態度でしょう。それでも、礼を尽くしながら、じゃあ、私の階級が何かわかりますかと言うと、私にお前の階級がどうしてわかるんだ一等兵かと存在に話すから、それよりは少し高いですと言いました。 じゃあ、軍装ぐらいになるのかいというから、それよりはもう少し高いです。じゃあ、少位ほどかいというから、それよりはもう少し高いですね。少しずつ声が丁寧になり始めました。じゃあ、注意ぐらいかというから、それよりはもっと高いです。じゃあ、君は私のような大尉のようだねというから、 それよりははるかに高いですよ、と言うから、その時になってやっと、冷や汗を流して、手が震え、唇が青ざめてきました。では一体、階級がなんでいらっしゃいますか今まで存在に話しておいて、なんでいらっしゃいますかと言うから、私はこの国の皇帝、ニコライである、というから、その場にひれ伏して、ああ、死に値する罪を犯しましたと、 皇帝に高慢に対する上に、タバコの煙を吐き出したし、皇帝は礼を尽くすのに自分は存在に話したでしょう。これは今日すぐ死刑になっても仕方ないと思って、ただ皇帝に平謝りに謝りました。だから皇帝が起こしながら、神様が見たときは、あなたも私も同じ階級だと、皇帝も単位も、 神様の前では全く同じ階級でしかないと言いました。しかし今後は誰にでも傲慢にならず、より謙虚に生きることを神様は願われるだろう。これからはそのように生きてはどうかと、むしろなだめながら励ましてやりました。今日なぜこの話を皆さんにして差し上げるのかというと、皆さんもこのような状況の中で、 この高慢ということがどれだけ大きな結果をもたらすのか簡単に理解できる部分だと思われます皆さん高慢というのは自分が大位ほどの将校であれば見ればほとんどが下士や軍曹この程度の階級がほとんどでいわゆる小位注意も多くないような兵士の中で大位程度であれば とても高い待遇を受け、もてなしを受ける、将校の中でも上級の将校なので、大抵の人のことはこれまで見下してきたのですが、皇帝の前でもその態度がそのまま現れたのです。私たちもこの信仰の道を歩きながら、私たちの中にもしこのような傲慢という内容が少しでもあったら、この小さな癌の塊が結局放っておくと、 どんどん大きくなります。だから神様は私たちに正しい真理を全て悟ったとしても高ぶる心を持つようになるとそれは根本的なことをまだ悟れなかったことになるからまず傲慢から捨てて神様の真理の御言葉を学ぶべきだということを私たちに悟しておられます。サムエル記場2章を一緒に一度開いてみましょう。 サムエル記上二章三節の御言葉を見れば、おごり高ぶるな、高ぶって語るな。思い上がった言葉を口にしてはならない。主は何事も知っておられる神。何を正すと言いましたか人の行いが正されずに済むであろうかと言いました。傲慢な心でこのようなことをし続けるようになったら、 神様が喜ばれない内容になるしかありません神様がなぜそのような状態を嫌われるのかを私たちは再び心に刻んでサムエル記上2章で与えられた御言葉のように高ぶった言葉を語るな思い上がった言葉を口にしてはならない主は何事も知っておられる神様であられる言葉より行いをよく見られ行いを正されると このように見言葉をくださいました。四篇十篇四節の見言葉を一緒に見ましょう。神に逆らう者は傲慢で神を求めず、何事も神を無視して企む。あなたの裁きは彼にとってあまりにも高い。彼の道はどのような時にも力を持ち、自分に反対する者に自分を誇示し、 私は揺らぐことなく、世よに幸せで、災いに会うことはないと心に思う。口に呪い、詐欺、搾取を満たし、下に災いと悪を隠す。村外れの物陰に待ち伏せし、不運な人に目をつけ、罪のない人を密かに殺す。 茂みの影の獅子のように隠れ、待ち伏せ、貧しい人を捕らえようと待ち伏せ、貧しい人を網に捕らえて引いていく、と言いました。ここを見ると、傲慢な心を持っている人、高ぶる者に対して、神様が大変戒められる場面ですが、十章一節に少し戻って、見言葉をもう一度調べてみましょう。 主をなぜ遠く離れて立ち苦難の時に隠れておられるのか貧しい人が神に逆らう傲慢な者に責め立てられその策略に陥ろうとしているのに神に逆らう者は自分の欲望を誇る貪欲であり主をどうすると言いましたか称えながら侮っている神様さえも裏切って神様さえも侮るような存在は最終的には そのすべての本性がどこから始まるのかというと、傲慢という心から、神様を裏切って、傲慢という心から、神様に対して敵対する、このような行動をするようになったと言いました。まさに、ニコライ皇帝の前で、大意といえば皇帝の前では何でもない階級です。本当に下でも、 はるかに下の階級なのに、狂慢を振る舞い、高慢な心で、存在な言葉を吐き出しながら、自分が最も上級者であるかのように、皇帝に接して、自分よりもはるかに高い方の前で、そのような愚かで、本当に死んで当然の態度を、このように、ためらいもなくとっていました。今日、 私たちは神様の前でもう一度私たちが考える必要があるようです。私たちは生活の中で自分も知らないうちに侵入してきているがんが知らないうちにいつも居座るんだそうです。高慢も私たちが認識する前に心の中に居座る時が多いので、信玄十一章二節の御言葉を見てみましょう。 傲慢には軽蔑が伴い、謙遜には知恵が伴うと言いました。皆さん、この傲慢をすべて捨てなければなりません。同じ信玄16章18節の御言葉をもう一つご覧になられ、私たちが知らないうちに、私たちが立っている位置、まさにニコライ皇帝の前に立ったその体位のように、傲慢になっていないか、常に 自らを戒め、また低めることができる皆さんと私になりましょう。信玄16章18節の見言葉を見ます。高ぶりは滅びに先立ち、おごる心は倒れに先立つ。へり下って貧しい人々と共におるのは、高ぶる者と共にいて獲物を分けるようにどうだと言いましたか勝ると言いました。 皆さん、神様が私たちを愛しておられるので、このような教訓の御言葉を欠かすことなく続けてくださっています。十六章四節を見てみましょう。主は身胸に沿ってすべてのことをされる。逆らう者も災いの火のために作られる。五節です。すべて高慢な心を主はどうすると言いましたか 神様が喜ばれません。すべて高慢な心を主は厭われる。子孫は罪なしとされることはない。慈しみと誠は罪をあがなう。主を恐れれば悪を避けることができる。主に喜ばれる道を歩む人を主は敵と和解させてくださると言いました。 皆さん、このような信玄の御言葉と、詩篇の御言葉と、またサムエル記上にくださった全ての教えの御言葉は、一様に私たちに高慢を遠ざけるように。それで家様も、疲れた者、荷に負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は入話で謙遜だと言われませんでしたかまた神様は謙遜で、 エルサレム城に入城するのにも小さいロバの子に乗られ王としてこの地に来られる象徴的な内容としては大きなロバに乗って入城されてもいいのに小さいロバの子に乗って入城なさることでご自分の態度と姿勢と位置をすべて低められ謙虚な心を持って私たち人類を気遣われ せせられた場面をゼカリア書の見言葉や、また、四つの福音書の中ですべて見つけることができる内容と言えるでしょう。このような見言葉はすべて見過ごすこともあり得る、一つの教訓的な内容ではなく、これは真理です。私たちが恵み深い新しい契約の真理をすべて受け、父と母の恵みの中で本当に祝福された毎日の生活を送るようになりました。それでは、 高慢と自慢を捨てるために私たちは謙虚な心を持つべきなのですが、その謙虚な心がどこに宿っているのかといったら、コリントの神徒への手紙1 13章にあります。13章4節です。愛は忍耐強い。愛は情け深い。妬まない。愛は自慢せず。何をしないと言いましたか 愛の心の中に傲慢というものがありませんそうしたら神様は愛であると言われたので結局神様に似た私たちを種として比喩されたので神様に似たような姿に完全に作られるためには結局私たちも傲慢という性質をどうすべきでしょうかすべてなくすべきですなくしていく私たちの天国になるべきでしょう 愛は自慢せず、高ぶらない。五節の見言葉を見ると、高ぶらないから、礼も失いません。礼を失せず、自分の利益を求めず、苛立たず、恨みを抱かない。不義を喜ばず、真実を喜ぶ。すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐えると、このように見言葉をくださいました。 ある角度で見ると、愛を実践することは、弱い人々がする行動のように見えやすいですが、神様のように大きな心を持った人々でなくてはできないことだから、神様は愛の中には傲慢というものがない。愛というのは高ぶらないことが愛である。定義を簡潔にこのように下されながら、 神様は愛であるという内容と一致させておられます。私たちはだんだん私たちの属性が私たちの心の性質が神様に似て変えられることを願ったら神様の中にないものは私たちの中にもあってはなりません。神様が中に持たれたものは私たちの中にもまた持つべきではありませんか愛を持って傲慢を押し出すことができる私たちになるべきです。 私たちはまた知らない間に、職分、職責を小さなものでも得たらまるで、ニコライ皇帝の前で高ぶったその大意のように、そんなとんでもない状況が訪れるかもしれません。もちろん、その皇帝が皇帝の行使できる権利をすべて執行したら、すぐにその証拠は階級が落ちたはずです。それで今日、皆さんと共に、 このような全ての部分を、ただ単に良い言葉、ただ私たちへの教訓的な言葉、このような内容ではなく、天国に行くために、必ず私たちが備えるべき品性の特目だと、このように見るべきだと思います。ヤコブの手紙4章の見言葉を一つ調べて終えます。ヤコブの手紙4章5節の見言葉を見ます。 それとも聖書に次のように書かれているのは意味がないと思うのですが、神は私たちの家に住まわれた霊を、妬むほどに深く愛しておられ、もっと豊かな恵みをくださる。それでこう書かれています。誰を敵とすると言いましたか神は高慢な者を敵とし、謙遜な者には、恵みをお与えになる。だから、神に服従し、悪魔に反抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げていきます。 神に近づきなさい。そうすれば神は近づいてくださいます。ここでくださった御言葉にも、神様は高慢なものは敵とされ、謙遜な者には恵みをお与えになると、旧約でも新約でも、すべての御言葉は聖書の中に、ただ良い言葉として、教訓的な言葉としてくださった内容なのではなく、聖書は救いにつながる知恵を私たちに提供する本です。 そのような神様の御言葉ではないでしょうか。それでは今日からでも私たちの生活の中で高慢というこの部分がもし私の知らないうちに私の心の中に癌のように育っていないか再び帰り見られ私たちが謙虚に行ったら福音もうまくいきます。神様の御心通りにすることなので 神様の御心を実践して行うことなので、そこから全ての物事がうまくいくでしょうし、福音もうまくいき、皆さんが行う全てのことも、大きなことでも小さなことでも、神様の精霊の祝福がいつも一緒に留まるようになることでしょう。今日この時間、皆さん、高慢と自信には明らかに違いがあります。高慢を自信と間違って認識してはいけません。 神様がいつも共におられる中で、なされることに対する自信は、自信であることに間違いありませんが、しかしそうでない中で持つ自信だとすれば、高慢であることもあるから注意され、いつも神様の前に謙虚な私たちの信仰生活、へりくだる信仰の生活を皆さんなさることをもう一度お願いしながら、今日の説教を終えます。ありがとうございました。